もですね、ちゃんとね、ありまして、どの順番でですね、日を変える順番とかも決まってますので、補填がね、その度に形が変わっていくことになります。なんで補填するの？怪我しないように補填してるんだって。補填ってですね、まず、順番が決まっているとお腹のね、下の足の方から立っていきますね。でこのようにね、この見てもらうと分かるんですけれども、羊が動いてませんよね。この羊が動かないように、するのが補正と呼ばれる技術の一つですね。はい、じゃあね、毛がね、今少し刈られましたので、この時に毛の方がですね、少しベトベトして油が出ています。これラノリンという油でですね、クリームにね使われるような油です。なのでシャーラさんのね、手はいつもねスベスベだというふうに言われてます。下からやったら次、首の方から下に向かってやっていきます。でちなみにですね、ニュージーランドではですね、人間の数よりも羊の頭数の方が多いと言われておりまして、シャーラーさんがですね、だいたい1頭狩るのが2、3頭が平均で狩ってしまいます。でも、実はですね、こういう毛を狩る競技の大会がありまして、チャンピオンクラスの速い人になると、大体50秒とかね、1分かかるかどうかぐらいのスピードで勝ってしまうのでね、ぜひ教えてください。で皆さんね、元気よくね、手を挙げてくださってますけれども、これから選んでます。10名ですね、中から選ばせていただきますので、手を挙げてお待ちください。お肉としてね、利用していますが、子羊のお肉をラム、大人になったお肉をマタンといってね、利用していく形になっています。で、もちろん内臓、腸を使ってソーセージを作ったりですとか、羊はね、全身ね、いろんなところを使っています。でもちろんこの毛を使っていくんですけれども、毛はね、セーターになったりですとか、マフラーになったりですとか、あとはね、スーツのね、ジャケットになったりとか、いろんな活用方法がありますが、糸にしないで、この後にですね、フェルトといってね、平たくしてカーペットとか絨毯にして、使用したりとかもします。で次にですね、このね、刈った毛糸になるまでのね、お話ご紹介させていただきたいと思うんですが、この刈ったね、毛の方ですね、このままだと、ちょっとね、ゴミがついていたり、汚れがついていたりしますので、専用の道具を使ってね、いろいろね、この毛糸にしていくんですけれども、今ね、お姉さんたちが持ってきてくれたな、こちらカーラーといって、毛の向きを揃えて、中のね、ゴミを取るための道具になります。こんな感じでね、で、このね、ゴミとかを取った後に、毛糸にする前に、この毛をぬるま湯でね、洗っていって、さらに汚れを取っていきますね。で、着くるまでね、糸をにしていきます。お、無事にタナちゃんのね、毛が、刈り終わりましたね。もう結構タイミングでね、リズムよくやらないと、ちゃんとしたね、こういう糸になっていかないんですね。で、こういう風に糸になってって、ここに糸に1本2本になったやつが巻きついていく形になります。で、今ね、これ1枚分になってるんですけれども、こういう風に1枚の毛になる、中田さんにですね、詳しく話していただきたいと思います。はい、それではね、本日1頭目、毛刈りをしました。この1年間、大体この1頭目で大体どう管理してたかっていうのがすごくわかります。でね、昨年度、
的なところでいくと、やっぱり毛の長さがちょっと去年は少なかったんです。で今年は、去年の夏かなり猛暑でしたよね。羊もかなり苦しかったと思います。今体からすごい油が今放出されている状態なんで、また今日も羊にとってはかなり暑い時間帯とこの気温に耐えてるんですけど、私の手見てます、これ油なんです。それでラノリンという油が今体中毛刈りをしたと同時に出てきます。